皆さん、おはこんばんちは、エンターテイナーなべです。さあ、本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、ロストスフィア実況プレイパート41やっていきます。帝国の地下に隠された月光炉を目指して進んでいくところですね。魔物も、結構いるみたいなんで気をつけていかないとなんですけど、こんだけ切るとなんか宝かなんかどっかにポロッと落ちてた気するね。一応端っこ歩いてる気あったわ。ほら、高価な立ちだって。あ、強い。宝石欲しいし戦うか。油断するなよ。硬そう。天の力を思い知れ。あ、そうでもなかった。動きについてくれる。宝石にも影響あるから。アクチュエーター。使い方を考えた。最大起動。上出来だ。私も続く。全然余裕。あ、そういうこと。大したことなかったけど。みんな無事のようだな。よかった。そういうタイプかい。これで宝石が強くなる。衝撃与えるとってことだって。ここでねえ、基礎使え、あ、しかし基礎今壊れてんのか。始めるとしよう。やれる。行動可能。混沌を律する風。これで戦況を有利できればプログラム起動。やっぱりここまで。これ危険だな。いける。面白いけど。自称の地平へ消し飛んで。強っ。アイテムを使うよ。もう動けるぞ。汚れなき祈りを集めよ。アスカだよ。行くよ。勝ててよかったよ。あ、今気づいたか。シャメに食われてみたいな。魔物の頭なんて書いてるもんね。ああ、そういうこと。だからもうちょっと見た目まともなやつ欲しいな。どうすなら。で、アーティファクトどれだっけ。あ、これだ。これ無効化しよう。怖い。まずこっちが属性耐性持ってることがあんまないからね。いや、いっちゃおう。ちょっと待て。どうしたロック。この床不気味に光ってやがるな。どうかしたのか。生体認証になってる。床とドア前のセンサーが連動している。センサー？
ドアを開けるために何かするってことか。心配するな。簡単なことだ。こちら側の台々に光る床から、向こう側の台々に光る床に行くまでの間に、決められた枚数の光る床が繋がるように進めばいい。でももし間違えたら、何が起こる？冗談。何も起こらない。ここの再起動装置でやり直せばいい。チッ、こんな時に。だがその空気の読めない感じ、少し懐かしいな。生体認証しつつドアの前まで行く。ありがとう、ロック。やってみるよ。こうでいいんじゃないの？こうでしょ？さすがに簡単よ。さすがにそれは簡単だよ。この周りね、なんかないか気になってたの、ずっと。お、宝。大地の杖、やっぱりなんかあったわ。お、いいね。小原、全然使う機会ないけど。まあ、何度かはね、助けられましたけどね。この周辺は何かある？ないね。一周しちゃった。ここだな。ああ、覚えてる。これだ。起動スイッチは。クロムは悪意の具現化のためにこの月光炉を利用した。今度が俺たちがこいつを利用する。複雑な気分だな。道具には意志もなければ善意もない、善悪もない。その是非は使うものに委ねられる。しまんね。これ以上みんなを悲しませないために月光炉の力を借りよう。大丈夫。僕たちは間違ってないよ。おお。え？何？この力。ルミナ？お、なんだ？なんだ？おお。これは、月光炉からか。力が流れ込んでくる。おい。これ大丈夫なのか？大丈夫。うっ。お、基礎が。完全に破壊されたはずの我々の基礎が修復されていく。重鎮された月の力、それにカナダの記憶の力が作用した結果なのか。いや、これは。何にせよ、これで一年待つ必要もなくなったってわけか。カナダ、あいえとこ地上に戻ろうぜ。あ、そうだな。地上に戻ってプラタさんに確認しよう。カナダ、あれ。え、これって、記憶の果てにあったやつ？なんでこんなところに？解析完了。一種の転送装置。転送先。テートの転送室。本当か？本当。なるほど。本来、テートの転送装置も、ここが転送先に設定されていたのだから、戻る転送装置があって叱るべきか。月光炉が再起動したことで、装置も復旧したわけか。おっしゃ。
あ、こっちじゃねえか。むしろ、発着場の方に行った方が早いのか。変装装置使った方が早かった。フラノさん、お疲れ様。ガンガン届いてるよ、エネルギーがね。これでこっちも開発がはかどるって感じね。フラノさん、私も開発の手伝いをしたいんだけど、無理かな？はい？ルミナ？俺も手伝う。役に立つ。必要なパーツがあれば俺から取っても構わない。そんなことできるわけないでしょ？でもありがとうね、ロック。今は人手がいくらあっても足りないとこだからね。あなたたちの協力は正直助かる感じ。うん。カナタ。分かってるよ。ブラナさん、二人を頼みます。よし、頼まれた。でも言っておくけど、私の指示は厳しいわよ。しっかりついてきてね。それじゃ早速。はい。しかし、信じがたいな。封印兵器オメガレイをほんの数日で完成させるとは。設計図が揃ってからまだ5日だぞ。いくら先行してたとはいえ、驚異的すぎる。そばで手伝ってた私でさえ不思議って感じなんだから。まるで何人もプラノさんがいるみたいな錯覚に陥るの。睡眠や食事だっていつ取っていたんだかって感じ。お前口癖映ってるぞ。天才って言わないでとか、初めて会った時に言ってたけど、天才って表現でも足りないくらい。もはや天才を超えた別種の生き物って感じね。あれは？あれは？フラナさん。もしかしてその、もちろん、完成したよ。封印兵器オメガレイ。でもって、ゼムロードの飛空艇に積んでおいたわ。準備は完了した。これより、作戦を伝える。カナタ、お前たちは先行して浮遊要塞へ侵入し、クロムをおびき出せ。プラナは我が艦に搭乗し、城壁で待機。お前たちのオメガレイ発射指示を待つ。先行するのは望むところだが、発射指示なんてどうやって伝える？ああ、それはこんな感じで。これは？ロックからプラナさんの声が、どうなってるの？ロックの人工生態をこちらから操作して伝えているの。逆にロックの耳に入った音はこっちに伝わるから情報の同期は問題。ん？問題？同期は？なるほど。不気味すぎる。他のやり方はなかったのか。オメガレイはチャージした状態で待機してるから、合図があればすぐに撃てるわ。逆にこっちの攻撃に巻き込まれないよう気をつけてね。気をつけてどうにかなるレベルか、それ。まあそれだけの威力があるのなら勝ち目もあるってことか。もはや一刻の猶予もない。すぐに出撃できるか。
とっくに準備はできているよ。装備も心も。行くよみんな。え、回復アイテムとかさまあいいか。ここから先はもう後戻りはできない。冬要塞の突入はそれぞれの意思で決めてほしい。今さら何を言うの。僕の力は確かに強くなった。その感覚はある。あの時とは違うとも思う。でも僕は正直言って勝てるのかわからない。自信を持てないんだ。彼方封印兵器でもクロムの商標を破れなかったら僕たちは終わりだ。いや、仮に破れたとしてもクロムを倒せる保証はどこにもない。怖いんだ、負けることが。みんなを失うかもしれないことが。はあ、やっと吐き上がった。バン、お前と来たらどんな時でも目を輝かせてみんなのために頑張る。絶対に諦めない。希望は捨てない。辛いこと、苦しいこと、全部背負おうとしやがる。まあそれに助けられちまってるんだから、俺たちも文句を言える立場じゃないが、本来の力を得てからふと不安げな表情をするのでな、みんな気にかけていたのだ。弱音の一つも吐いてくれれば励ましようもあるのに、とバンがぼやいとった。まあ、彼方だし。それが彼方だからな。彼方が弱音を吐いたのは、ばあちゃんの食器を割って怒られるかとビビっていた時以来。な、ロック、そんな昔のことばらさないでよ。って、ロック?お前、記憶が。ロック。少しだけ、きっともっと思い出す。ロック。私たちは、この世界のみんなは、彼方から未来をもらった。だから今度は、私たちが彼方の未来をあげる。みんな一緒の未来を。ありがとう、みんな。もう迷わない。みんなの助けを借りて世界を。この世界を取り戻そう。おう。目標。冬要塞ダークアベナス。行こう、クロムを倒しに。いいね、こういう熱い展開。でも回復しねえじゃねえかよ。もう、かっこつかねえな。では、大丈夫かな、これっぽっちで。それじゃあ行きますか。
敵がいる。おっと、みんな気をつけて。やれる。嘘でしょ。原初と終焉を導く揺らぎ。アーティファクトその調子だ。発動を確認。準備完了。物理回避ね。エネルギー収束を開始する。やるな。僕も続くよ。オッケー。この調子でいこう。なんかいろいろうろついてんだよな。ここは戦うしかない。厄介な。ねえ、ねえ、許さない。力押しだけでは。アーティファクト、方針が焼き付くまで撃つ。うわっ、やれる。どうだ、やるな。よし、この調子でいこう。戦闘モードに移行する。あ、回復しなかった。万物に宿る八百万の力よ。誰が帰る。やるな。上出来だ。癒しの旋律を奏でよ。おい、やるな。経過良好。アーティファクト効果に変化が。よしよし、勝ててよかったよ。敵を発見、消滅する。なるべくね、先制攻撃で。万物に宿る八百万の力よ。誰だよ。確認。あとは頼む。やるじゃん。原初と終焉を導く揺らぎ。うわっ、強いな。あとは頼む。この力で戦いを有利にする。くそ、旅の邪魔はしないでほしいんだけどな。なるべく戦ってね、レベル上げながら行った方がいいかもしれないね。集中して一気に突破する。あいつ早いな。これが未来を紡ぐ希望の力。戦える。経過良好。原初と終焉を導く揺らぎ。あとは頼む。これで戦況を有利にできれば。プログラム起動。やるな。よし、その調子だ。やるな。作戦終了。問題クリア。いいね。なんか援護攻撃。宝石に消火の光が。固定ダメージ100って強くない？ミドルエーテル。なんだろう。あー、お
やる。みんな気をつけて。こいつら魔法攻撃に弱えな。万物に宿る八百万の力よ。まだまだ行ける。自称の地平へ消し飛んで。アーティファクト効果に変化が。魔力を弾丸に変換する。これそうそうね。やるな。僕も続くよ。よっしゃ、この調子で行こう。完全蘇生薬、完全蘇生薬ありがてえな。いっぱいいる、いっぱいいる、すっげえいっぱいいる。あのちっちゃいの早え。天の力を思い知れ。どうは頼む。上出来だ。私も自称の地平へ消し飛んで。強っ。だんだん言うのがおかしくなってる。上出来だ。私も続く。移動。やるな。みんな無事のようだな。よかった。宝石に消化の光が。うん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 。俺今どこにいるんだろうね。あ、この先進めば、あれか。なんか宝とかないのかでも。あれもう道なりに進んで、あ、戻ってきたのか。じゃあ道繋いだ感じか。オッケーオッケー。適当。油断するなよ。めんどくせえ。精神うるせえし。これが未来を紡ぐ希望の力だ。まだまだいける。みんな無事かな。手軽だな。これで経験値一番だもんな。めんどくせえ、めんどくせえ。よし、やるよ。めんどくさいけど経験値は欲しい。即死。これが未来を紡ぐ希望の力だ。行かれ。どうは頼む。上出来だ。天使は終焉を導く揺らぎ。強い。どうは頼む。これで戦況を有利にできれば。みんな無事のようだな。よかった。よし。ではこっから先はまた次回行きたいと思います。さあ、あのクロムがね、牽引した姿、あれは絶対強いだろうからな。あれがラスボスになるのかな。なんかまだ蘇生の技とかも全然ないから準備足りてるかどうかはすごい微妙なんですけど、まあなんとか頑張ってね、攻略してみたいと思います。はい、ではロストスピア実況プレイパート41、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また来てな。